ちは。こんにちは。さあ、豊さん、なんだ、先日日本代表侍ジャパンと欧州代表の戦いが2日間ありました、はい、で、本ちゃんは11月です。プレミア12、11月10日から24日まで開催されると。いやでもさ、はい、俺の感覚では、はい、プレミア12が本ちゃんかというと、うん、やっぱ WBC が本ちゃんだなと思うんだよね。まあそうなってきますよね。だから大会のその意味合いっていうのがさ、ちょっと違ってて、はい、だからどうなのかなっていう。また開催される時期も、はい、その11月の10日というとやっぱ日本シリーズから終わって1週間ぐらいとか、まあ、そうだろう、はい、だから日本シリーズに仮に出たチームって、うん、まあ、野手はなんとかなるかもわからないけども、ピッチャーってもう結構疲れてると思うんだよ ね、 そうですね。だから選べにくいと思うんだよ。あとはそのシーズンのオフに例えばメジャー挑戦したい選手とかだと、ここで怪我するとっていうのも、まあまあそれもあるよな。そういう兼ね合いがあるんですよ。だからもう井端監督は頭痛いと思う。多分ハゲると思う。そんなハゲないと思う。いや俺はさっきね、こういろいろ考えてたけど、はい、俺はやっぱ辛いもんね。そうですよね。まあそれだけいい選手がいるっていうことだけどね。そうですね、うん、そう、辛いと言っていたのは何かというと、豊さんがズバリプレミア12のメンバーを選考しました。しましたっていうか無茶ぶりだよね。まあまあでも期待も込めてね。そうですね、はい、ただ本ちゃんの井端監督のその最終選考がまだいつになるのかっていうのはわからないですけれども、ね、いや相当後でしょ。9月とかぐらいなんですかね。10月。いや10月だと思うよ。もうギリギリですか。だってそれまで合宿できないじゃん、うん、あ、そっか、できないです。まあその前に、まあ、核となるような選手は打診をすると思うけども、うん、いやだけどなかなかやっぱこう決めかねるというか、今シーズンも見ないと、はい、で故障を持ってる選手なんて選べないしさ。もちろんだから今から選ぶっていうのは無茶なんだよ。そうですよね。ただどちらかというと理想系だよね。そうですね、理想系、はい、でちなみに前回、はい、このプレミア中に2019年にありました、はい、その時のまずピッチャーどういうメンバーだったのか、はい、岸投手、はい、山岡投手、はい、から大竹寛投手、今もうねコーチされてますけど、はい、から山口俊投手、はい、山崎康明投手から甲斐野投手、今永投手、大野雄大投手、高橋礼投手、山本由伸投手、中川投手、加山投手、そして田口投手ということで、はい、うん、こういったメンバーが選ばれてました、ピッチャーは、はい、さあ次のプレミア12のピッチャーをいきましょう。まず内訳を言うよ、はい、ピッチャー13人、はい、キャッチャー3人、はい、で内野手7人、はい、で外野手5人という選考でしたんだよね、はい、まずは山下俊平と、はい、オリックスから、はい、オリックス、うん、ね、ジャイアンツ西田って、おお、大抜擢ですよね。活躍するんじゃないかなと思ってね、今年まだね確約はされてませんけれども、先発の中には、はい、はい、平、あの西武のね、はいはい、圧倒的な、はい、で広島の常広、うん、おお、これは大抜擢ですよ、うん、カープがね、まあまあ、あの出遅れはしてるけども、はい、今の段階ではね、うん、まあだけどこうやってくれるんじゃないかな。あ、じゃあおそらく今シーズン活躍してくれるんじゃないかな、はい、はい、で戸郷、あ、もう鉄板ですね、はい、はい、で東、はい、鉄板です、はい、うん、でまあ中継ぎ、はい、松山、中日、はいはい、まあ、投げっぷりいいしね、お、はい、お、で度胸も座ってるし、去年ねやっぱり活躍しましたけれども、はい、今年も引き続きもちろんするということですね、はい、で勝野、あ、同じく中日から、はい、はい、で田中正義、お、ここは抑え、最後、いや、うん、あのオープン戦で見たらさ、はい、らやっぱ早いぞもう。もうまっすぐ当たんないんだから。あ、じゃあ今年さらに良くなってきてると、良くなってくるような気がするな。おー、うん、はい、で東、あ、オリックス、これはオリックスね、はい、はい、で甲斐野、おー、あのソフトバンクから西武に行きました、はい、これは抑えでピタッとはまるかなとか思っててね、うんうん、でこれ2019年メンバーですね。でここまでで11人なんだよ、うん、あと2人でね、前回のっていうか練習試合とかね、欧州との、はい、見て、うん、金丸、はい、大学生、はい、はい、で中村、こちらも大学生です。ただこれドラフト後なんだよね。そうですね、うん、だからこれがすんなりいけるかどうかっていうのを考えると微妙だなっていうのがあって、はい、そうなってくると、うん、根本とか日本ハム、はい、で隅田、西武の、はい、で高橋宏斗、うん、まあ、こういう人たちをちょっと試したいなと、うん、経験させたいなという、うん、あ、ちょっと佐々木朗希
いやだからまあ佐々木朗希もそうなんだけど、はい、大事に扱われてるとさ、うん、WBC だったら出るけどもプレミアだったらまあシーズンオフになってるし、はい、どうなのかなっていうことがあって、あとあの確かメジャー挑戦したいっていうのも表明してるので、そうだね、その前に怪我とかっていうのもやっぱり嫌ですよね、まあ、ちょっと避けるかなっていうね、うんうん、でまあ、変則を入れたいんだったら、うん、高橋礼かオリックスから DeNA に行った中川、はい、こういったあたりがこう入ってくると面白いかなっていうふうには思ってるけど、まあ、高橋礼投手は、ね、2019年のプレミアのメンバーですし、はい、プラスねやっぱりそのもう一度っていう、うん、その再起をかけてのっていう、そうだね、なんていうの、必ずそういう大会には変則がね、うん、1枚2枚加わることもあるし、うん、だからまあアマチュアがどうなるかっていうことがね、うん、まあ、ちょっと気になってるんだけどね。あと気になるといえばメンバーに入っていない例えば阪神の村上頌樹投手、村上頌樹はやっぱこう疲れてんじゃないかな、はい、もうあそっか、球団が止めるんじゃないか、ちょっと勘弁してやってくれと、ちょっとやっぱ軸でもあるからね、はい、まあ、他のこのメンバーも軸でもあるんだけども、はい、阪神が仮に優勝するとしたらさ、相当投げると思うんだよ、はい、伊藤将司も、うん、あ、だから伊藤さんも入ってないですもんね、うん、当時でね、宮城も外したのは、宮城はもう WBC の本ちゃん、本ちゃんというか、あの大会では入ってくると思うけども、プレミアではもう分かってるから、実もう若いけどずっと投げ続けてるから、だからちょっと休ませるんじゃないかなという、ね、なるほど。あと例えば楽天の早川投手、はい、左ですけれども、そうだね、うん、早川もチャンスはあると思うけど、今年の活躍はまだ見えてないからさ、はい、活躍次第では入ってくるような感じはするけどね。あとは西武ライオンズの今井投手という、今井な、高橋光成投手、いやそれは入れたいよ、うん、入れたいけど他に試したい選手もたくさんいるということだね。そういうことか、まあ、高橋光成なんかは絶対できると思うんだよ、ですよね。で今井っていうのも、うん、やっぱコントロール次第なんだよね、うんうん、だからそのポテンシャルを持ってるよ、入れるだけの、はい、だから高橋コーナーはもう絶対入ったらやってくれる、これをもう次の WBC か、はい、もうメジャー行っちゃうから、まあ、そうメジャーを控えてる選手もいるからってことですよね。そうなるほど、だからまあこういうことになるかなという、うん、ピッチャーはね。あとは例えば中継ぎ抑えなので楽天の渡辺翔太投手とかいかがでしょうか、はい、いやいやいいと思うよ、いいと思うけどもちょっと試したい選手もたくさんいるから、ね、あ、まあ、そうか、だから漏れてしまった、そう、はい、じゃあキャッチャーです。キャッチャーは、うん、まあ、西武の小葉、はい、DeNA の山本、うんうん、で坂倉、もうこれからになっていく選手、ね、まあ、そうだね、うん、まあ、主戦は坂倉になってくると思うんだけども、はい、まあ、山本とかね、うん、はその松尾とか、うん、非常に追い上げがきついから、うん、今年どれだけ出れるかわからないしね、はい、だけど、まあ、DeNA の主戦って言ったら山本でいくとは思うんだけどね、うん、あとはやっぱ古賀、はい、まあ、大事なところでバントが決めれる古賀君ね、はい、まあ、将来を担ってという、うん、まあ、こういう3名だよね、はいはい、では内野手いきましょう。でまずはね、源田の名前が出てこない、はい、もう、あ、もう言っとく、うん、この選手はもうできるから、はい、ね、だから無理しても経験積ますこともないし、うんうん、だから、まあ、岡本、ただそこに岡本選手、まあ、経験のある選手ですけれども、それでも入れてきたというのは、これは精神的な支柱になってほしいということ、まあ、ジャイアンツキャプテンもやってるし、はい、だから、まあ、チームを引っ張っていってほしいなっていうふうには思うよね、うん、はい、で小園、はいはい、鉄板ですね、はい、で宗山、あ、明治大学、はいはい、欧州との練習試合というか、はい、大会では怪我で出れなかったけどもね、うん、ただここもドラフトの関係で出れないんじゃないかなっていうのはね、はい、まあ、そんな感じもするし、はい、で紅林、はい、紅林選手、はい、牧、鉄板ですね、はい、佐藤、お、佐藤輝選手、佐藤輝、はい、で中野、中野選手、はい、はい、阪神で村上と、うん、これ村上選手はサードですけど、そうなってくると佐藤輝選手との、いや、もうファーストとかね、あ、まあ、まあ、そういうこともあるし、はい、中野とか佐藤輝の代わりに村上っていう、うん、まあ、村上も経験者だからさ、もうそうですよね、まあ、そんなにね、力んで入れなくてもっていうような感じはするんだよね、うんうん、あのそこに例えば門脇選手、門脇は今年苦しむかなっていうふうに思ってるんだよね、へ、まあ、もがくと思うんだよ、でもがいて一回り大きくなって入れれば、うん、これはもう万々歳だけど、はい、ちょっとショートというポジション で、うんうん、で、まあ、ジャイアンツで、まあ、結構ヘトヘトになると思うんだよね、はい、だからまあここら辺はちょっと考慮したという、うん、まあ、入ってきても全然おかしくない選手なんだけども、はい、まあ、ちょっと考慮した
他に経験をさせたい人間がたくさんいるという、はい、分かりました。例えば大山選手とか宮崎選手とかも勝手知ったるなのでっていうところもあるんですか。まあ、大山がファーストでしょ、うん、そしたらその村上と被るようなところもあるし、だからまあそういう意味ではちょっと落ちるかなっていう。なるほど、はい、では外野手です。はい、はい、万波。あ、もうそうですね、はいはい、田村。お、これカープから、はいはい、で森下、阪神ですね、はいはい、で渡来、おお、 DeNA の、はいはい、で辰巳、楽天、はい、お、このメンバー、ま、万波選手はねもう何の、まあまあそうだね、はい、うん、もちろんです。まあ、ただそのコンちゃん入れてないのはやっぱ経験者ということで、うん、まあまあ本ちゃんの時に、まあ、どっちが本ちゃんなのか分かんないけども、まあまあだけどこの大会で力む必要はないかなという。なるほど。だからシュートとかもいろいろ考えたんだけども、はい、まあ1チームということを考えるとシュートだとか、はい、そういうのは入ってくるけども、うん、こういう大会を経験させたいということで、うん、こういうメンバーになったりとかね、試したいという。あ、なるほど。だからやっぱりその若い選手だったりルーキー選手であったりっていうところになってきますよね、はい、まあまあそうだね、まあ、だからこそ例えば近本選手だったりが入ってこないっていうのはもう実力もあるしっていうところですよね。いや、まあ本ちゃん的には WBC を決めるときって言ったら近本なんか欲しいよね、うん、あと岡林選手、岡林もそうだし、はい、まあ、岡林は怪我で出遅れてるから、はい、その怪我が今シーズンどう響いてくるのかっていうのがまだ見えてこないからね、うん、そうですね、今のところは、うん、ただだいぶフレッシュというか、いやいや、やっぱフレッシュで、まあ、井端監督の頭の中でやっぱそろそろ世代交代っていうこともしなきゃいけないっていうのがおそらく考えてるはずなんだよね、はい、だからといって若手が優秀じゃないかって言ったら優秀な選手多いからさ、うん、だからやっぱあとは経験だなっていうふうに思ってるんだ。あ、そうですよね。だから WBC があって、うん、その軸の選手は何人かいるよ、はい、でもその軸の選手を別に連れていかなくても、うん、プレッシャーのかかる大会で経験をさせておくっていう、こっから WBC に吸い上げっていうことをやっぱ考えてるのかなっていうのを感じはするから、まあ、いわゆるテスト的なものっていう感じもあります、ね、まあまあそうだね、まあ、テストしながらでも勝たなきゃいけないけどね、日本はね、はい、うん、まあ、だからそういうプレッシャーはあってもこの中で井端監督のやりくりだったら多分やってくれると思う、うん、ちなみに、まあ、2019年の野手のメンバー言ってなかったのでちょっと言いますけれども、はい、まあ、内野手だったら山田哲人選手、うん、から源田選手、浅村選手、うん、菊池選手、殿崎選手、坂本勇人選手、松田選手、マッチですね、うん、で外野手は近藤選手、本ちゃん、丸選手、周東選手、吉田正尚選手、鈴木誠也選手、うん、でキャッチャーは小林誠司、我らが小林誠司選手、相澤選手、甲斐選手というメンバーで前回は戦ってました、まあ、そうね、まあ、相当ね、やっぱ 4,5 年経つとゴロッと変わるけどもね、すごい変わりますね、やっぱり。だけど、まあ、フレッシュでいいのかなっていうふうに思うよね、うん、そうですね、はい、あとは本当にそのシーズン途中怪我をしないとか、そうだね、はい、そういう問題だったり、今シーズンが昨シーズン同様結果が出せない選手もいれば、逆に入ってないけれども今年バンといく選手も、いや、それはもうもちろんいる、出てきますもんね、もういなきゃ困るし、そうですね、あ、ブレイクしてくる選手はたくさんいると、うん、あとはドラフトとの兼ね合いですけれども、これで大学生だったりが入ってくるとまた面白いなと。まあそうだな、うん、ちょっと見てみたいけどね、見てみたいですよね、うん、といったところになりましたが、皆さんが考えるこのプレミア12、どの選手を入れたいか、これ中間発表だからね、中間というか、まあ、まあ、現時点だよ、もちろんです、もう今の現時点だからね、さっき終わったばっかりですもんね、もうそりゃそうだよ、ね、わからないよそうですよね、はい、なので、まあ、皆さんが現時点で考えるプレミア12の選手、よければコメント欄でお願いします、まあ、こういう予想は楽しいからね、そうです、はい、はい。